四徳正武は戦国時代の武将、田舎建て城主、戦徳死最後の当主である。高潔な人柄で家来や領民の尊敬を集めた。天正十三年、津軽統一を推し進める大浦ための部は、正武の友人である清藤長兵衛を使者に降伏を勧告した。清藤長兵衛は猿ヶ村の人であり、清藤家は北条時折家臣。 清藤森秀に始まる名家で、子孫の清藤森美が、名称、整備園を建築している。しかし、正竹は、降伏を拒否したため、ための部は、同年5月15日、田舎建城近くの諏訪道館に本人を構え、20日、3000の兵で工場し、正竹以下312名の城兵は討ち死にし、田舎建ては落城した。 維持の竹丸が木沢村の宗方左衛門の養子となり、後に津軽氏に仕え、大正の頃で十一代を数えた。妻尾市は、慶長六年三月十日に、清水森で津軽統一の際の戦死者の大法要を行った、際に次女と共に自害している。その際にお市は、亡き魂を哀れと思え添いせし年の夢のサメも、やらぬに、 その年のその日にやがて伴えていく心を知るや知らずや、次女は、伴いて我も生き難まてしばししでの山地の道しるべ、線と読んでいる。昭和五年に、弁天堂の掃除の際に戒名が書かれた張り紙が、発見され、田舎て城市付近に、夫婦の戒名碑が建てられた。ありがとうございます。